岩尾先生です。ですね、月曜日から、投資した試験の一つが非常によく反映いたしました。ですね、月と火と、3万ぐらいね、利益を、2万5千ですかね、ぐらい上がってですね、それからまた1万ぐらいに落ちちゃったんですね、利益がね、水曜日になってですね。で、またね、今日リセットしてですね、またデモ講座で5000円ボーナスのから始めてね、また利益が上がってきました。で、これは15MS タイプのファイル名ですね。15分足のインジケーター、私が公開してるね。それで 60% 以上ですけども、公開してる中から範囲がね、3倍から5倍にしたんですね。だから最近10個の分析とその5倍のエリアを広く取りました。月かちょっと水曜日ですかね、はですね、3倍にしてたんですけども、ちょっと範囲を広げました。で、現在ですね、このようにね、今日始めたんですけれども、水曜日の9時26分ですね、朝方ですね、こうなんですね、11時ですね、11時になったところですね、9月26日水曜日ですね。ということで、ちょっとね、見てみたら、また上がってきたんで、これはちょっときついところですね。でね、今投資が2つか3つぐらいありましたね。で、9320円の利益と。今日は朝方ですので、まだ1時、2時間半ぐらいしか経ってないですね。8時間始めましたもんですからね。しかし、これは上がったり下がったり、様子を見ながらね、投資デモでやっといて、投資するといいみたいですね。だから10万ずつ投資したら、もうだって10万で100万越してますからね、100万は稼げるみたいです。ただ時期的に下がる時はあるんで、その時はちょっと注意しといてね、やめとくということが必要かもしれませんね。まあそんなことしてって、これシグナル通り1個ずつなんですよ。複数打ってもね、逆張り効きません。それに注意してください。意外と逆張り効かないですね。ということなんで、これまた勝ちそうでね、いい感じなんだけど、どうなのかな。2個ですね、取引に1個だから、これ足すと1万1000円ぐらいいきますよね。ということでね、5000円プラスだから5000円の利益ですけどね、今4320円の利益ですけども、これはいいですね、やっぱりね。これはたらふく稼げそうですよ、このインジケーターは。他のはまだテストしてないしてわかんないんですけどね、1000万の値つけてますけどね、これがあれば稼げるかもしれませんね、このインジケーターというようなことでね、これがあれば楽に稼げるようになるかもしれないですね、ということでね、ちょっと私もちょっとニコニコに なっていけばいいなとは思うんですけどね。他のもいろいろ分析してんだけど、これもダメですね。これはまだ、また来たですね。これデモでしょ。デモ講座で自動ウェブやってます。ライブでは禁止ですからね。で、デモの場合はね、ちょっと選択方法が変わりましたので。これどうなのかな。これは、上だな。上狙ってますね。上上がってきちゃってなくなっちゃうかな。いいとこを探れないよっていうことで、これ流れるかもしれないですね。
とこ探らないとね、こうなっちゃうんですよね。さあ、どうでしょうか。これ自動なんですね。自動バイウェイですから。アドレスのね、これいいとこ選択位置をね、見てるんですけど、いいとこなかなか見つかんないみたいですね。人工知能なんでね、これね。アドレス3つありますでしょ。あ、残念ながらなかったそうですね。選択したんだけど、いいとこ見つからなかったということで、取りやめになりました。シグナル出たんだけどね。まあ、そんな具合にね、これ人工知能のデモ講座なんでしてますけど、ライブでは禁止ですのでね、バイバイね。ぜひね、守ってください。こんなようなことでね、やってます。これまだ出てないですね、今日はね。こちらの方はね、負けてんですよね、設定の方はね。ちょっと違う方法なんですけど。設定方法によってと、時期によって、稼げる。時期によっては、プラマイで、あまり動かないとかね。そんな感じがあります。あります。で、負け腰もね、結構出てきます。そんなことで注意しておいて、サイクルをね、よくデモで通して、確かめて、いい時に、上昇の時に、投資するというのがいいみたいですね。そんな方法で稼げるような感じですね。今のところ1つですね。15分のバイナリーオプションだけです。稼げそうなのはね。他はまだ、今のようにいろいろ設定値を調整しながら見てみますけどね。稼げるのが見つかってません。当分時間かかりますし、何年もかかりそうですね。分析がね。そんなことなんで。